産みつかってる、ごめん産みつかってた。ヒルビリーさん、チェーンソーヒルビリーさんです。ウィキ情報その1、ヒルビリーの場合は直線上、直線上に逃げない、直線上に逃げない。降りたい、降りたいんですけど、降りられへん。ちょっと待って、あんまりこのマップ覚えてない。降りた、あの人どこ行った、どこ行った、分からへん、本当にもうよく分からへん。やだ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 、なんだなんだ、なに、終わった、終わってないよな、終わってないよな。もうどうしたらいいか分からへん。ってさ、ごめん、ちょっと待って、勉強するわ、マップの勉強するわ。ここって飛び降りるるるるるる、飛び降りる場所ないの？この柵からは飛び降りられへんねや。こんにちは、その建物上、やばいですよ。あ、マジですか？やばかったですか？とりあえず、じゃあ、ありがとうございます。とりあえずつけるわ。こんにちは、ティラミスです。マザーズドゥエリング、デッドバイデイライトプレイしていきます。さて、なんかオブセッションパークをつけてないんですが、オブセッションで始まってしまった。なんかね、この左下で私の名前のところになんか雲の足みたいなのがついてると思うんですが、なんかこう私が傷ついたりすると、まあキラーとかサバイバーに効果が起こるという役割ですね。お、誰か傷ついてしまった。で、前回ね、あのクロちゃんってクローデットモレルっていう結構ヒーラープレイに適した、ここ行くか、キャラクターを育ててたんですが、今回ドワイトという協力プレイに適したパークをたくさん持ってる人を育てています。さあ、一人釣られて一人助けに行ってますね。ちょっと呪い一個破壊したけど、ルインではなかったですね。で、救出成功だけど、別の人がやられたのかな。とりあえずこれ1個つけましょう。慌てず騒がず頑張ろう。ドキドキ。お、ナイス。オッケー。よし。
多分キラはあっちに行ったので、ここに誰か仲間いないかな。見つからないから、とりあえず発電機回そうかな。どんどん回していこう。来たね。逃げるぞ。来てる来てる。やばいやばい、あかん、ちょっと怖い、マジで怖いんだけど、ちょっとあかんかった。結構頑張った方じゃない？1個発電機つけてくれたし。わあ、目立つところに吊るされちゃったけど、このドワイト君はね、なんかちょっとこう、まあどちらかというとオタクいじめられる系キャラなんだけど、なんかこう仲間といるときに力を発揮するみたいなね、結構ね、あのデッドバイデイライトバックグラウンドストーリーもしっかりしてて、調べてみると面白いです。ちょっとね、キラーが近くにいるので味方も助けにくいって感じですね。難しいな。ちょっとトライしてみよう。あかんかった、あかんかった、自力脱出無理やったな。来たねー。おお、あ、やられちゃった。私はその時、キラーが一撃で這いずりにできるウルトラレアの装備でガチガチに固めていることにやっと気づき、驚いてしまったのであった。ふう、ちょっと悪い夢を見ていたようだ。ということで、コールドウィンドファームやっていきます。4人すごい固まってるけど、固まってるけどどうする？なんか一気に発電機をつけましょうか。ここはね、開けてるから怖いですが、早いうちに開けたところをつけれるといいですね。お、一人傷ついてしまった。どこだろう。とりあえずどんどん回していこう。なんか梅原大吾っていうプレイヤー名でちょっと気になるんやけど
怪我してる人が。さあ、とりあえず一緒についていくわ。お、怪我してた人回復したね。大丈夫？ちょっとキラーの正体も分かってないのでドキドキするけど。一人傷ついた。あと発電機は2つ。一応ロッカー入っとこっか。つけれるといいな。よし、助けに行こう。心音が全然しないけど。え、よし、大丈夫？うん、別の人倒れた。とりあえず、そっちとそっち。もう一個の方開けに行くわ。あ、開けてる？そして倒れた子も大丈夫そうだけど。来た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 。さあ、二人で直してこのまま出れる？大丈夫だね。ちょっとキラーの姿も見れてないんだけど。どなたさん？あ、カニバルさん、ありがとうございました。お、え、ノーワンやった。どうしよう。大丈夫？ちょっと私出ちゃったけど。え、結構もう残業とかせず、私は早く帰るタイプなので、もう後のことは知らないよ。というわけで、生還リベンジはできました。マジで大丈夫やったのかな、ちょっと心配ではあるけれども。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ティラミスでした。